どうもロシングルです。リベレイト続きをやっていきましょう。本編が終わってね、ダウンロードコンテンツが知らぬ間に始まってしまって、しかも今2冊目ですね。ダウンロードコンテンツ2に入ったばかりです。最近残業が多いな。ちょっと心配になってきたよ。そうね、かなりきついわ。そろそろ落ち着いてくれるといいんだけど。ただみんなには私がこの仕事に向いてないと思われたくない。あら、ダウンロードコンテンツ1の夫婦かな。大臣がお会いになります。お、 CCS を作った大臣だな。あのドブガエルのような男、やつに会ってどういう話をするってんだい。大臣、光栄です。まずはお悔やみを。ご子息の警報を耳にした時とてもショックでした。あー、リベレテッドの一番最初の方にいた息子だね。大臣の息子。ああ、気遣いに感謝する。今は試練の時だ。だが野蛮人どもに屈するわけにはいかない。お気が回らなくて申し訳ない。かけてくれたまえ。どうなんでしょうね。落ち込んでんのかな。まず知っての通り、安全で繁栄した世界を作るのに多くの犠牲が払われている。私の息子もこの意味のない殺戮の被害者の一人に過ぎない。残念ながら来てもらったのは新たな悲劇についてだ。フランク・ロビンスの、フランク・ロビンス警部の国葬は最重要である。彼はこの混沌の海を照らす灯台のような存在だった。やっぱ死んだのか。とはいえ、あれだよね。軍に丸ごと証拠隠滅させられたよね。リベレーテッドごと。彼は昼夜問わずテロリストをこの素晴らしい国から排除するために尽力されていた。一言で言えばヒーローだった。なら、なぜ殺した。そこで彼の死を無駄にしてはならない。彼の魂は我々の中で永遠に輝き続けなければならないのだ。出た、ヒーロー像を作り上げてさらにプロパガンダにするやつ。彼の葬儀は結束を意味するものにするのだ。我々は彼の中心にこの国の結束を固めるのが絶対に不可欠である。不測の事態が起こってはならない。わかるかね。それを我々に仕事としてやれというのですか。私はこの件に関して君たちの理解と協力を求めたい。もちろんです、大臣。私たちにお任せを。軽いね。それと行く前に一つ、フランクのファイルについては当局に任せてほしい。彼は英雄として記憶されるべきだ。ふん、いいように。誰にも弱みはある。だがこの件に関しては国の未来のためにそっとしておくのが一番。つまりフランクのデータってのはよろしくないものが入ってるってことだよね。セントマルタとか。もちろんです、大臣。この件の重要さは理解いたしました。それはよかった。ヒーローに祝福あれ。ヒーローに祝福あれ。まんまとだな。超いいように使われてるじゃん。ここはうわ、リベレーテッド。フランクのプロフィールが CCS から来てた。予期した通りだな。最初から役に立つほどの内容じゃなかったかな。この前の河岸の映像の編集が終わりそうだ。興味があるかい。地下に潜ったんだ、リベレーテッド。もちろんお前が噂通りの腕か。見てみよう。こいつハリーか。政府が聖マルタ港襲撃を裏で糸を引いてるのはもちろん知っている。みんな知っているさ。だが俺は何をすればよかった。大臣は法の上だ。俺には奴らを止める力などない。やっぱ諦めきってたんだな。でどうも結構いけるだろう。どうやら噂通りだ、リック。よくやった。もしかして音声いじった？
はあ、生きてた。 What? 会話は覚えてるから、そんなこと口にしていないわ。見りゃわかるでしょ。そんなこと誰が気にする。おさ、何が起きたか知っていた。だが認める勇気がなかっただけだ。これでようやく真実を語る機会を得たわけだ。簡単なビデオ編集とディープフェイクで出来上がり。考えてみろ、メグ。奴らがフランコを殉教者に、殉職者に仕立て上げるなら、これで奴らの嘘に大きな重な穴を開けられるぞ。あいつがヒーローとして記憶に残ってはダメなんだ。メグ、分かってくれ。メイのエミリーについて話しただろうか。生きていればお前さんと同じ年頃だろうよ。エミリー、飲みすぎたクソ警察に暴行。信じられねえ。彼女を最初は隠していた。それが少しずつ彼女を蝕んでいた。気づいたら俺のしていた気立てのいい彼女はどこかへ行ってしまった。彼女を問い詰めたら泣き崩れてトロしてくれたよ。ハリーはだから怒りのあまり、俺は甘かった。追放するように彼女に言った。正義を貫いて悪に鉄が下るまで戦えと。署で彼女は笑い物にされた。それでも勇気を振り絞って彼女は裁判へと持ち込んだ。だが彼女の証言は役に立たなかった。警察を守るためにね、 CCS が嘘ついたんだ。フランクのおかげであいつらの証言に穴はなかった。フランクがやったのか。利用できる権力を全て行使し、彼がこれまで傷つき上げた抜け穴を巧みに使った。警察には疑問の余地がないことを意味した。だが話はここで終わらない。奴らが一体どうやったかは知らないが、彼女を加害者に仕立て上げた。警官に暴行を加えたということで刑罰が2つもついた。信じらんねえ。すごいね。警察を敵に回したらこうなるぞっていう見せしめだ。汚職は汚職しか生まない。そして俺の命だとした時、フランクが介入した。そして不思議なことにすんなりと和解を求めてきた。納得いくのかそれで。エミリーはアパートの屋根から飛び降りたよ。あんな恥ずかしめを受け、彼女は生きていけなかった。だから俺は裁判所ができないことをやった。クソ臆病者どもを早めに墓場へ送ってやったんだよ。フランクにも同じことをするべきだった。そうだな、フランクは絶対許すべきじゃなかったね。この時にかばったが泡だったんだから。メグ、このチームは今までにとてつもない代償を払ってここまで来た。今さら情けをかけるなよ。分かった。作戦は？ All right. バックが徐々に見えてきましたね。結局やっぱり家族問題だよね。家族が被害に遭ったから。メグはあの状況でどうやって生き延びたんだ？行きましょう。スタ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 。バレちゃうバレちゃうバレちゃう。ほい。OK。観客を盾にスタッフに。行きますよ。放映室に気づかれずに忍び込め。あ。これ振り向くのランダム。はい、よいしょ。うわ、これこんな歩き方してるやつ怪しいよね。はい、この程度でいいの。はい、いるかな、いないかな。大丈夫？大丈夫なの？なんか今までと感覚が違って変な感じ。銃持ってるのに。これはやっちゃっていいのかな？
いや、人がいっぱいいる中で、それは。うっ、ど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 、やっちまった、やっちまったよ。リロード、行くしかねー。リロード。走りながら打つと、意外に安定すんのかな。あれ、ここじゃない、これか。じゃあデータをいじらせてもらいます。こうだ。 OK、 ハッキング完了。メグナイス。これどうなる、成功。何何何、誰か襲ってくる予感。通信終わるまで部屋を守れ。はい、リロード。はい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 。ボット危ない、ボットは危ない、やめて、ボットはやばいよ。おい、リロード。ボット気ぃつけて、ボット来るよ、ボットいつでも来ると思って。ヘッドショット大成功。おい、余裕で守りきれるね。2発命中させれば余裕。窓落ち抜いて脱出しろ。走りまーす。ほいほいほい、グッバイ。どうやって出るの、え、どうやんの、あーねえ、どうやんの、こうか、なるほどね。警備員、車に逃げなきゃ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 、よいしょ、はい、と、ああ、なほな、ここね、ジャンプ、ゆっくりジャンプ、こわ、ちょっと戻ってジャンプ、ほい、これどうやんだ、届くのか、うわ間に合った、すごい身体能力、メグすごい、ジャンプ、よいしょ、ここはジャンプでいけたはずなんだが、うわー敵出そうだね、大丈夫か。ワンワンの声がする、なぜか嫌な予感と。あ、外した、あ、ちょっと痛い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 、ふぅ、よいしょ、はぁ、つらい、つらだにゃん、とぉ、間に合うか、あぶな、思ったよりジャンプ力がないのがメグのようだ。 OK、 あと OK、 はい、よしよし、このまんま逃げ切れそうだ。え、この先クレーン、クレーンの先っちょじゃないの、どうやって降りんだ、え、おお、これビルの段階で逃げれたんじゃない、これで別に。脱出完了。リベレテッドをなめるな、リベレテッドは死なない。うわ、無事帰ってきてよかったね、生きてます。だい、誰だ、逃げろ。あ、やべ、見つかった。マジ、今度は逃走モードか。いや、QT だな、これは。気合入れよう。え、捕まってた。誰？メグだね。メグって呼んでもいいかな？あっさり捕まったね、メグ。心配ないよ、急ぐ必要はないさ。でもそのうち喋りたくなると思うんだ。こういう物腰柔らかいやつの方が怖いよね。うわー、なんか性格悪そう。君はここから去ることはできない、だからくつろぐといい時間はたっぷりあるからね。
嫌なやつ感がすごいね。あのビデオを流したとどうなったか興味があるんじゃないかな。メグ、落胆させてすまない。あの映像は誰の目にも触れてない。声すらされていない。え、でもね、この話はもっと面白くなる。今の今まで君はずっと監視されていたんだよ。マジか、はめられた。誰の裏切りだ。汚名返上がしたいというある人物がいてね、過去を忘れ皆の明るい未来を築きたいと。あいつだ、ロン毛のハッカーだ。彼は十分な働きをしたと思うが、君も同感だよね。やっぱりあいつだよね。ほらー、こいつもともと CCS だもんね。はあ、あいついい顔してる。というダウンロードコンテンツ2。あれ、ダウンロードコンテンツ3がない。なぜ。ね、調べたところ、これダウンロードコンテンツ2で終了でした。こんなモヤモヤする終わり方なの。なんかすっごい右側まだなんかありそうだけど、物語全然終わってないですよね。え、これ今後ダウンロードコンテンツ3とかどんどん出ていくんじゃないの。マジか、こんな終わり方ありなの。未完のアメリカドラマのような、なんかモヤモヤ感がすごいありますけど、まあまあしょうがない。リベレーテッドは残念ながら負けたということですね。国民を支配する政府と、そしてそれに付き従う盲目的な国民、このせいで自らの自由を差し出してリベレーテッドは負けてしまったという、そういったオチになるんでしょうか。いやー、絶望。マトリックスのなんか3作目のようなね、なんとも後味の悪いエンディング。メグも捕まって、さらに裏切り者が発覚して終わるというね、相当きつい終わり方だな。まあ、今後もしかしたらね、ダウンロードコンテンツ3とかで説明とかがされるようであれば、まあプレイしてみたいと思いますけど、とりあえずこれにて終わりたいと思います。いやいやいや、なかなかね、アドベンチャーとしては非常にハードコア、ハード SF で面白いですけども、なんかアクションパートがね、非常に難しかったですね。初見殺しが非常に多かったように思います。 QT も苦手なのに。ただまあ面白いですね、やっぱりこういう、なんて言うんです、ディストピアとでも言いましょうか、人工統制のやつね。こういうのは本当好きなテーマなので、ぜひいろんな、SF ファンはね、プレイしてみたら良いんじゃないかと思います。というわけで、面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回もね、こういったアドベンチャー、面白い SF アドベンチャーでお会いしましょう。アリベデルチ。